リーダーにふさわしい人柄やメンタルある程度あったりしますか？まず組織の目的に対するパッションっていうか、思いが強い人間っていうのが一つの条件なんじゃないかなって思いますね。ちょっと褒めたり、周りから認めてもらうことで、もう一歩前に出るのもいるし、まあ、ちょっとした変化に気づいてあげるかどうか、なんかそういうことで目の色変えたりもするし、きっかけをいかに作れるかが、まあ、リーダーの役割なのかもしれないですけどね。